ここはなんだか薄気味悪い場所だな。うん、例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク。あ、いえ、なんだか巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。ん？おいおい、冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。なあ、早く行こうぜ。うん。フェイスネメシス、躯体はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば。あの損傷は、フェイスの装甲を溶解できる存在など、まさか。バネア様、デギル様がお呼びです。わかりました。このフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。これで私のすべきことは全て終わりました。あなたなら鬼神界、いえ、この世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。メイナス様。